ロバート・コエロは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、米四出身の元プロ野球選手。2004年、MLB ドラフト20巡目で、シンシナティレッツから保守として指名され、8月17日に契約。2005年は、肋骨の怪我のためシーズンを全休した。2006年3月27日に一度もプレーしない、まま放出された。 2006年9月7日にロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。2007年に、保守から投手に転向。ルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスで20試合に、登板し、1勝1敗、防御率1.37だった。10月29日に、FA となった。2008年に独立リーグゴールデンベースボールリーグの、カルガリー・バイパーズに入団。 12試合に登板し1勝1敗、防御率5.74だった。7月3日に、エドモントンキャピタルズウェイ遺跡。20試合に登板し2勝0敗、防御率1.78だった。2008年11月10日に、ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2009年は、トリプル A 級、ポータケットレッドソックスで開幕を迎え、1試合に、登板。4月下旬に、 a 級セーラムレッドソックスへ降格。33試合に登板し5勝3敗にセーブ、防御率2.05だった。2010年は a 級ポートランドシードックスで開幕を迎え、14試合に登板。4勝1敗1セーブ、防御率3.32だった。6月にトリプル a 級ポータケットへ昇格。18試合に登板し3勝5敗、防御率4.22だった。 9月5日にメジャー初昇格を果たし、翌日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。9点リードの7回表に登板したが、3安打3失点に死球と乱調し、1死しか取れないまま降板した。この年は6試合に登板し、防御率4.76だった。2011年2月9日にリーフとなった。2011年2月15日に、 トニー・トーマスとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍。トリプル A 級アイオワ・カブスで開幕を迎え、30試合に登板。6勝6敗1セーブ、防御率4.45だった。5月27日にリーフとなり、6月4日に A 級テネシー・スモーキーズへ降格。4試合に登板し1勝2敗、防御率3.00だった。11月2日に FA となった。 2011年12月1日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2012年はトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで開幕を迎え、19試合に当番4勝1敗、防御率3.00だった。5月31日にメジャー昇格。6月7日にトリプル A 級へ降格したが、6月16日に再昇格。 6月18日のミルウォーキーブルワーズ戦で6回に死から当番。7回裏に1失点し、これが決勝点となり初黒帽子を起死した。6月26日に再び降格した。7月20日に右肘の故障のため故障者リスト入りした。10月9日に故障者リストから外れ、FA となった。2013年1月28日にフルス。 エンゼルスとマイナー契約を結んだ。開幕をトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎え、15試合に当番1勝0敗4セーブだった。5月11日にメジャー昇格。5月18日のシカゴホワイトソックス戦では1点ビハインドの5回、1死から当番1.2回を無安打無失点3奪三振に抑え、初勝利を挙げた。6月11日に 右肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。8月21日に60日間の故障者リストに移動。9月2日に AQ アーカンソートラベラーズで1試合登板した。この年はメジャーで16試合に登板し、2勝2敗1、セーブ、防御率3.71だった。10月10日に FA となった。2014年1月8日にニューヨークヤンキースと、 マイナー契約を結んだ。7月2日に解雇となった。2014年7月11日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。2015年2月17日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ。6月1日に契約解除条項を行使し、自由契約となる。2015年8月11日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結ぶ。 2015年12月3日、韓国プロ野球のネクセンヒーローズと契約を結ぶ。先発として起用され6勝を記録したが、2016年6月16日、ウェーバー工事され退団となった。ナックルボールのように、無回転で揺れ動くフォークボールの使い手として知られる。ありがとうございます。